さて、えー、2022年12月2日。あ12月入って、もうあれですね。これからまた、あっという間に年末になるんだと思いますけど、よろしくお願いします。今日お昼に肉まん食べたんだけどさ、肉まん食べたことは確かなんですよ。ポケットの中に肉まんの袋が入ってたから、ああ、今日食べたんだなって思うんだけど、そのね、食べた記憶がないんです。参ったと思って。 あの確かに肉まんは食べたと思う。だって、ポケットにあるから。だけど、食べた記憶とその肉まん食べた時に美味しかった記憶というのが僕の中から今日起こったことなんだけど、抜けてるっていうね。だから、こう、こうなるとご飯食べても楽しくないなってちょっと思ったりとかして。あの、食べた記憶が抜けるってすごいなーって思うね。 肉まんが美味しかったとか、まあ、おでんでも何でもいいですよ。今、なんか、そのね、ね、簡単に買えるんですか。簡単に買いすぎちゃうのがあれなのかね。よくわかんないけど、本当に口の中に入れた肉まんの感じという記憶が、この年を取った僕の脳みそからすると、もう何万食も食ってきてるわけだから、生まれてから、今の年まで。 その中で今日食べた肉まんっていうのがね寒い中食べたあったかい肉まんなんてあ美味しいはずなのに何の記憶も残ってないだから僕は生きることに慣れすぎてその今日,今日食べた肉まんに感謝をしないっていう食べ方をしてたんだなってまあ残して捨てたりはしないんですけど多分全部食べたと思うんですけど。<laughs> でもね、口の中に入れた肉まんの思い出が何にもないの。わあちょっとショックでしたね。ああって。まあそれだけの話です。あと今日映画の話で何かを比較しようかなっていうのをちょっと思いついてたんだけど、それはちょっと忘れちゃったね。た対象となる映画が、うん、話題の映画だと思うんだけど、忘れちゃったなというところがあります。 えー、そんな中で、えー、ガーディアン・オブ・ギャラクシーボリューム3が、えっ、ー、と、2023年の5月に公開になるということです。えっ、ー、と、日本ではあんまりヒットしなくて、アベンジャーズに出てたあの人ね、みたいな。あの人がいろいろ、そのね、やらなきゃもうちょっとアベンジャーズは、あの、お話が複雑にならずに済んだだろうっていう。 まあ、美味しい立ち位置の人なんですけど、あの、これ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーの2でさ、あの、親子との対決をやったから、あれ以上、なんか、この話でやることあんのかな、なんていうふうにはちょっと思ってたんですけど、まあ、新しい家族ですよね。えー、新しい家族でどうするかっていうことだとは思うんですけど、 その宇宙戦争してる中に、ね、で、仲間になった人たちと共同生活を船の中でしてるから、うん、それが疑似家族となるというようなストーリーだとは思うんですけど、うん、これがね、なんか面白くなる予感がしないっていうのが <laughs>、うん、ね、まあ見れるのは面白いけど、でも、どうせまたあの、夏メロンがかかって、 何、えー、かする話でしょうっていうのがあったりとかして。あとは最近のマーベルの,その映画の戦略がうまくいってないっていうのもあるんでね。えー、ね、両作はたくさんある。スパイダーマンもあるし、えー、あの、なんだっけ、ドクター・ストレンジのなんとかマットネスってやつも面白かったしさ。 でもやっぱその新シリーズのエターナルシリーズがちょっとうまくいってなかったりとかもするからまあやっぱまあ売れなくなるまでやるんだろうけどねエンドゲームが最高潮なんじゃないかななんていうふうにはちょっと思ったりしますうんだからなんだろう人間が求めるものとか価値観とかっていうのが うんまあ、最近はポリコレっていうやつとかさ、まあ、ミートゥーとかもそうだけど、新しい価値観にこう、移り変わっていくタイミングなんだよね、世の中がね。えー、まあ、それは、その新しい価値観をご利用ししようっていう人たちがいるってことなんだけど、うん、それがうまく回ってないんだろうなと思います。その、エンドゲームまでのマーベルシリーズっていうのは、昔の漫画を、 昔の要素のまんま現代風にしたっていう。だから、その、インフィニティオーエンドゲームっていうやつで、あの、大決戦を映画の中でやったわけだけど、あれは古典なんだよね。お話で言うとね。い,いつものね、待ってましたっていうようなお話であって、新しい話ではない。むしろだからキャプテンアメリカが主役だったり、アイアンマンが主役だったりっていうことで、 古き良きアメリカみたいなものを体現してる映画でもあるから、そこから一個、一歩進めようと。価値観を一個進めようとしたときにさ、その昔古き良きものを見せられてみんながこう、うおーって感動したものから、うーね、次のステップに行きますよっていうのがやっぱうまく回らないっていうのはね、まあ、そ,その間にコロ,コロナのパンデミックがあったっていうのもあんだけど、うん うまく回らんなぁなんていうふうにちょっと思ったりするわけです。そんな中でのガーディアン・オブ・ギャラクシーだからね、ちょっと不安だったりします。でも、これは今日知ったので、えー、メモ的に話しておこうかなと思いました。へー。なー何の話をしようかなーその僕はあんま世の中のことに文句とか言いたくない。 <laughs> いつも言ってるけど、い、言っては反省するんですよ。そんなこと言ったって世の中はよくならないんだしっていうのもあるから、言ってもしょうがないこと言っても、言ってもどうだろうって思うんだけど、まあね、全部が僕の思う通りに動けってわけでもないんですけど、ああのもうね、サッカーのサの字も話したくないんですよ、本当は。で、聞きたくないって人もいるだろうからさ。 どうかなって思うんだけど、それでも話しますね。すいませんね。FIFA ワールドカップで日本が決勝トーナメントに出場だっつうのでね、1位通過だっつうので、もう今日朝からニュースが、帰ってきてからもうニュースでそれしかやってないっていうさ、バカなのって思うぐらいに、ずーっとその話なのね。いろいろ世の中では起こってるしさ、 もうね、戦争もコロナもどっか行ってるっていう感じがすごくて、ニュースするなんてことじゃないんですけど、で、それを見てやっぱり、その、普通の人たちが、僕じゃない普通の人たちはもう、サッカー勝ったって喜ぶわけだよね。で、それがどうなるかっていうと、10年後、20年後に2022年のこのワールドカップを振り返ったときに、 日本人が熱狂したっていう形が残るわけですよ。SNS で勝ったとか、やったーつって。だから、それがさ、あのー、なんか嫌なんだよね。だから、昨日は戦争に例えて話をしたんだけど、その,あのサッカーに関しての報道とかが、そのね日本が勝ちましたっていうさ結果論で、 シュ、えートの,の連続したニュース映像がね、ダイジェストで出るわけですよ。ね、そ,それって戦争でその、どこそこの海域で我が日本軍が勝ちましたっていうニュースと温度としては一緒だし、それでその戦争の最中に人民が、民衆が何を思っていたかなんていう記録なんていうのがさ、 みんながその戦争に勝つと信じて、えー、その、日本でね、鍋釜を出したとか、赤紙で戦争に行ったとかっていうのをさ、美談として語る、う要素が合う。で、負けたから、う戦争に負けたから、それはよくなかったねっつって、反戦ムービーでやらな、ね、その、あの戦争はよくなかったっていうのをさ、 ずーっと日本人は、その、ね、反戦の作品を出し続けてくるわけですけど、その当時に残ってる記録としてさ、紙とか新聞とかに残ってるのは、やっぱり、その今 SNS でサッカー勝った、やったーっていう人が、その書き残したことが、後世残っていくわけだよね。あの時み、日本人はみんな熱狂してたんだと。 ド,ドーハの奇跡だっつって、いや,やったってことが、あの,その、そうじゃないって思ってる人は、そうじゃないっていう声を上げてるんだろうけど、大多数の人がそう思ってる。で、えー、そ,それが形として残ってるのはなぜかっていうとその、わざわざみんなが喜んでるのに、水を差すようなことを言っちゃ悪いなと思って、それで、 えー、その、シュート入れたやったっつって、みんなが言い合ってるっていうことなんだよなと思うんですよ。ほ、本気で喜んでる人もいるんだろうし、サッカーが好きで、ね、その、日本が勝てばいいなって思って見てる人が、やったとかさ、言う。で、そこに否定的な意見を言うのは野暮だなっていうところも含めて、今日本がワールドカップで決勝トーナメントに行ったことに、 日本中が喜んでます報道もそれをね言ってるし <laughs> あの僕が SNS とかで見る範囲ではみんないいこと言ってるっていうねやったね日本勝ったねっつってさやってんだけどさそのでも実際日本とスペインのあの戦いってさ本当子供と大人が戦ってるみたいなさ戦い方だったからさ 日本は僕は勝たなくてよかった。勝ったところでどうせこのサッカーだったら決勝トーナメント勝ち進められないだろうと思ってさ、どうせブラジルに負けるだろうとか思ってんだけど、それでも、その、ちょっとでも長く、その、このサッカーのお祭りを続けたい人と応援したい人がい,い,いるわけで、えー、やり続けんだよなって。で、その間、 他のことにはみんな目をつぶるというか、ああのね、お祭りの最中に水さすんじゃねえよっていうので、みんながこうその反対してる人をどんどんその追いやっていくというか、あこの祭りに参加しないんだったらお前仲間外れなっていう感じの空気になってる感じ。だからみんな余計にそうすると、その否定的なことが言えないっていうさ。 だから勝ったという事実は確かに変わらないんだけど、サッカーの内容としては、そのニュースではその,あのゴールの瞬間だけを捉えてるからさ、そのなんかいい試合したように見えるけど、まあ、実際サッカー見た人がどれだけいるか、僕もそんなに一生懸命見たわけじゃないけど、これはだめだなってやっぱ思ったんですよ。うん なんだろう。安西先生が、その、アメリカに行った自分の教え子をテレビで見て、まるで成長していないっていう風に見てる、あの感じ。えー、でさ、こんなサッカーやってんだったら、日本は勝たなくていいだろうっていう。あと、その、そ,そう思うには、やっぱりその報道の後押しというかね、日本絶対勝ちますよ、みたいな感じで言ってくる、あの感じとさ。 うん、その、勝てば喜ぶしさ、負ければ石を投げるっていう、その、うん、短絡的な人たちもいるからさ、声がでかい、渋谷に集まってるような人がいるから、あの、なんか嫌、嫌なんだよ。このお祭りが、日本の中で日本が勝ってれば勝ってるほどこの熱はさ、キープされたまんまになることが、僕はちょっと嫌なんだよね。 あの、日本がちゃんと強くて、その、ね、その、90分き、なんだろうな、とても綺麗に戦っているんだったらさ、あの、全然応援できるんだけどさ、なんだろうな、高校サッカーに毛が生えたみたいな戦い方をしてる中でさ、まぐれで2点取れたからなんだっつうんだよっていうさあ、そういうとこがあるわけですよ。あだからド,ドイツに勝っていい、なんだっけ イタリアに勝ってさ、で、コスタリカに負けてんだろうって思ったりとかするから、余計にそう思うんだよね。あのじゃあちゃんと勝てばい全然何の問題もないし、でもちゃんと勝ってるわけじゃないっていうのが、ね、パスも全然通らないしさ、9割イタリアの方がボールを持ってる時間が長いわけでさ。 わずかなチャンスをものにしたとかさ、ドラムチックなことを言ってるけど、でもやっぱそれは、うん、たまたま点が取れただけだし、あの、ね、そ、そんなたまたまがさ、決勝とか優勝までずっと続くかっていうと、それもうどうかなって思ったりとかするから、何が起こるかわかんないのがスポーツですけど、でも多分昔っからこうなんだろうなってやっぱ思っちゃうわけ。 戦争やってた頃からこうやって日本軍はすごいぞ偉いぞ戦艦大和だぞとかって言ってる時から人間のレベルは何にも変わっちゃいないんだなってやっぱ思ってしまいましてえー、ちょっと嫌ではあるんです嫌なら参加しないし喋らないし見なければいいんだけどああって決勝トーナメントが始まるまでまた連日サッカーの話をして なあの赤い髪の人はブラボーって言って、<laughs> 頭悪い人が渋谷に集まって、わーってなる感じね。あと、その、僕、その、ね、嫌いだ嫌いだって言って、僕、サッカーそのものは嫌いじゃないし、ワールドカップも嫌いじゃないんですよ。オリバー・カーンとか大好きなんですよ。ああのあ別に日本が勝つことに何のあれもないんだけど、 ないんだけど、その、加熱する報道と、それと同時に、サッカーを、サッカーを本当に応援してるのか、それとも、ただ、勝つ、勝ったことに乗っかって騒いでるだけなのか、とか、そいつがさ、あの、あ、僕なんか間違って、あ、イタリアっつったか。ごめん、スペインね。ごめんなさい。ドイツ、スペイン、コスタリカね。ありがとうございます。すいません。うん イタリアじゃなかったスペインでした。んあ,あ、すみません, <laughs>、うん。で、そ、そこなんだよね。あのね、で、日本戦でさ、そのそ、それぞれの特色が出るから、ね、ラッパ鳴らしたりとかする人もいる中で、日本戦の時ってほら、日本人がさ、なんか、ジェイリングソングみたいなの歌うじゃん。 僕、あれ、歌詞わかんないんだけど、なんか、おー、おー、つって、なんか、急、急、その、球場じゃないや、サッカー場中に響くような歌がさ、おー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 、みたいなの。ずっと、ずっと試合中流れてる感じがさ。 ね、すごいなあと思ってた。まあ、それはね、それ、それぞれ、ほら、ブブカがなる試合もあったしさ、それぞれの国でラッパ鳴らしたいとか、独特の応援があるんだけどさ、あれが嫌でね、あれが日本戦の間ずっと流れんだろうっていうのはあまあ、それが特色だから、いいんだけどで、必ずカメラで応援されるので、応援する人が映るとさ、なんか、 ドラゴンボールの人,人造人間19行みたいに、チャオズみたいに、顔真っ白に塗った人が抜かれててさ <laughs>。なんだろうな。あの人たちは目立ちたくてあそこに行ってんのか、なんであの格好して行ってんのかもわかんないしさ。まあ、まあ、カメラで抜かれることを、前提にあんなことやってんだろうけど。 まあ、お祭りだからねって思うとそうなんだけど。だから、本当にサッカーの試合見に行ってんのか、サッカー場に行って世界中に、こうね、放送される中で抜かれるためにあの、格好してんのかみたいなのも、なんかなって思ったりとかする。まあ、それは日本だけじゃなく全世界の人がよくわかんない国旗の、ね、自分の顔に国旗のペイントしたりとかして応援してっくから、仕事なんだろうなと思うんですけど。 うんなんかあのお祭りにちょっと乗りづらいなぁなんていうふうに思いました。それで、やっぱその、今日朝5時のさ、ニュースさ、見たらさ、ちょうど優勝した速報で、優勝しましたって入ってきてさ、そしたらさ、報道陣が渋谷に構えてんのね。 まだ日の昇ってない渋谷のさ、スクランブル交差点でさ、どうせここで騒ぐに違いないって思ってるから、報 <laughs> 道の人があそこに貼ってんのね。で、見事にあそこで渋谷に集まってる人がさ、うわーってやってんの。で、その、なんだっけ、DJ ポリスが、ね、その、ちゃんと止まらないでくださいとかいう感じとかさ、カメラに映ったっていうので興奮して、 えこう、なんだろ、う薬でもやってんじゃねえかなっていうぐらいに目がいっちゃってる若者がさ、うわーってやってさ、やってる感じとかさ、狂気の沙汰だなって思うし、その、なんで、あの、渋谷に集まってんだろうっていうさ、あの <laughs>、な、まあ、人がいっぱいいるから、サッカーでどうせみんな勝ったら喜ぶだろうと思って、 あそこに待機してる人たちとかさ、うん、なんかね、僕は見た瞬間にもうみんないなくなっちゃえばいいのにってちょっと思ったね。あそこに集まってるバカどもはいなくなればいいって思っちゃったんだよね。だから、お家でおとなしく感染することもなく、ね、みんなマスクしてないし <laughs>、するなとも、ね、しろともするなとも今誰も言ってないから、密ですなんていうのも今の時代じゃ、 通じないんだから、そら、外しててもいいけど、やっぱ、気が狂ってんなと思うの。で、あの、渋谷にいる人たちは、自分さえ良ければいい。自分と、自分の友達ぐらいの人が幸せであればいい。で、それ以外の人に迷惑がかかっても何、何、なんだろうね、気にしないっていう人たちがあそこに集まって騒いでんでしょっていうふうにやっぱ思うから。ただ、サッカーで、 その日本の大代表が勝ったってだけなのに、大騒ぎしてわーってなる感じさ。ね。そのフーリーガンがなんか勝ったり負けたりしてさ、街に火をつけたとかいうのをさ、けしからんねーなんていうのが、な、ね、あった時代からもう、日本人はそういうのがけしからんとも思わずに、楽しいことは楽しい。で、怒ることは怒ろう。ね。 ノーと言えない日本人じゃなくなろうっつった結果、渋谷に集まってバカをやる集団が大量に生まれたっていう、そういう結果なんだよなぁと思う,思うとー、まあね、グラデーションだから、人のね、いい人もいれば悪い人もいるっていうグラデーションだから、なんだ、いい,い,いっちゃいいんだけど、なんだろうなってやっぱ思っちゃったりするんだよね。 ね、そんなに騒ぎたかったら別に現地に飛行機で行って、現地で応援してね、チケット買って応援すりゃいいだけの話だよ。高いビールでも向こうで飲んで騒げばいいのに、渋谷の交差点で騒ぐっていうのがよくわかんない。そしてその騒ぐっていうのは、理由としてはサッカーの代表が勝ったから、ウォーってなってるっていうさ、意味がわかんないんですよ。<laughs> 遠く離れたところで、だってゴルフのトーナメントで誰かが優勝したっつっても別に渋谷でウォーってならないわけですよ。ね、オリンピックでスケボーの人が金メダル取ったって瞬間に渋谷でウォーってなるわけではないんですよ。なぜかサッカーとか野球とかでその誰かが活躍したとか優勝したっつうと、 暴れていいっていうことになる。ね。柔道で誰かが優勝しましたよっていう時だって、別に渋谷でウォーってなることはないんですよ。な、なぜかサッカーだけそれやっていいっていう。まあそれは多分風力感が、の報道がされたから、その、それの模倣犯なんだとは思うんだけど、あれが嫌でね。で、今日一日中ずっとその、サッカーのニュースだろ、どうせ。<laughs> 朝から晩まで。 同じ、同じシュートのやつをずっと報道して、えー、ね、やりましたね、次は決勝ですね、なんつって。でもさ、なんだろう、もっと行くべきサッカーチームが決勝に行った方が良かったんじゃないかな、とか、うん、もうやっぱ思っちゃうわけですよ。その、日本のサッカーのプレー内容を見るとね、えあの、<laughs> たまたま勝てたっていうとしか言いようがないから。はい。なんだ。大阪で言う道頓堀の橋みたいなもんだよ。あの、なんか、阪神が優勝すると川に飛び込む、汚い川に飛び込むってやつでしょ人が集まる年、手、では。それもみんなやっぱもうそういうもんだっつって許容しちゃうんだね。 えらいね。僕より大人なんだろうなぁと思うんですけどね。許容できる人はね。僕はもう嫌で嫌で。で、今度その戦うたんびに、決勝トーナメントに日本が残るたんびにまだあのお祭りが続くんだろうと思うと、亡くなれって思っちゃうんだよね。日本勝たなくていいよって僕は思ってしまう。うん で、僕は、そ、それを言葉として残したい。その、みんなが褒めてるから。そうすると逆張りおじさんってことになるんだけど。あのみんなが騒いで一方向を向いた時は一番危険だと思うからさ。んみんな,なん、な、そんなにサッカーみんな好きだったのっていうのもあるし。うん。勝ったから君たちはサッカー選手が好きなのっていう。だから、 もしあそこで負けて、日本が予選敗退で帰ってきてたとしたら、まあしょうがないよね、っつってさ。で、な、なんでコスタリカに負けたんだっていうことをぐじぐじ言うだけだからさ。いやーなんだけど。なんか嫌なんですよ。ただ、ただね、サッカーが、その、 あの決勝まで行って、決勝トーナメントに行ったってことは、この先もちょっと日本は戦っていくわけですよ、うまくすれば勝てっていけるかもしれないんですよ。そうすると、そのコカ・コーラとかさあの、企業で広告してるところはあの、ね、何々会社はワールドカップサッカーのジャパンチームを応援していますっていうふうなのの CM が打てるから、そうすると好感度が上がるから。 あの打てるだけ打てるから、そは勝ってほしいんだろうなって思うんですよ。で、渋谷部でわーって騒ぐ人も、そのスポーツバーでうおーってやってる人とかもそうだけどさ、みんなで見たいっていう、<laughs> みんなでテレビで見たいっていう人もいるんだろうしさ、そのサッカー仲間と気持ちを分かち合いたいとかね、いう人もそはいていいんだろうけどさ、その人たちのために今あるんだよなと思ってさ、 もちろんサッカー知らないし興味ないっていう人もいるだろうしね、うんうん。その人たちは本当にもう話題に触れないけど、でも形として残るのは応援して勝った、やった、日本すごいっていう言葉が残っていくっていうさ。うん、でもそれはみんなが本当に思ったことかどうかはわからない、うん。少なくともね、こんな勝ち方するんじゃないよ、日本とか。 あのー、その、2点目入れた時の判定が結構怪しかったんでしょ ?VAR ゴールだっけその、明らかにもう、その、なんだ、あれ、ラインの外にボールが行ってたんじゃないかっていうので、あのー、ちょっと物議になってたりとかして。で、あれはなんか、ボールのセンサーが、その、ラインの上を、その、 ギリギリ何ミリか残ってたんでしょボールが明らかに外に出てるように見えるんだけど、真上のカメラから見ると、そのラインのところにボールがちょっと残ってたと。そ,そのちょっと残ってた判定で、その、あれはまだ割ってないと。うんね。ゴールキックにならなかったんだっていうので、そのボールがちゃんと戻ってゴールしたっていうので。でも、 明らかに、あれは、コンピューターが判定していなければ明らかにもう,うわ、その、外出てますよっていうのでピーって止められるところですから、あの、それも含めてさ、それも含めてさ、裏で戦ってた、そのドイツ戦がドイツ4点取ったりとかしてて、ドイツはドイツでやる気だとも思ったんだけど、あー結果、その、 もうこうなったわけだけど、やっぱ、うーんって思うね。いやね、その、実力通りに勝ってさ、なぜ勝てないんだって言うんだったらわかるけど、やっぱ、その、ワールドカップというさ、その、サッカーをやってる試合をさ、いろんな国の、いろんなレベルの試合を見てさ、ガーナは、ガーナとだけは戦いたくないなと思ったんだけど、 ガーナはだってラフプレーが重いから、すごい乱暴な人たちが、レッドカードもものともせずにさ、サッカーなのに手を使ってさ、ありとあらゆる反則してくるから、あの、ガーナは嫌だなって思ったんだけど、まあそ、それで言うと日本はフェアプレーしてんのにイエローカード取られたりとかしてかわいそうだなとも思うんですけど、あの、いろんなサッカーチームがあるから、 ブラジルはやっぱうまいうまいし攻めのサッカーをやってるしさあポ,ポルトガルはそのクリスチャーのロナウドがやっぱりね活躍しててやっぱスター選手がいる国はとかさ違うなとかアルゼンチンのメッシュは年取ったなとかさいろいろ思うことがあるわけですよ。 でもやっぱこう今年はブラジルがすげえなと思ったりとかするんですけどあのその中でやっぱ日本のサッカーは子供のサッカーに見えるんだよねパスワードお前らプロで金もらって J リーグで仕事してるのになんでこんな感じになるのっていうさまあ作戦が思ったようにハマってないのかもしれないんだけど あまりにもうまくいかない、そのパスが通らない、すぐにボールを取られるって言ってさ。だから、下手したら、やっぱり7点取られててもおかしくないような、その、カードだったわけですよ。それがね、1対2、2対1でさ、日本が勝てたっていうのかさ、うん うーんそやっぱりそもそもラッキーなんじゃねえかって思うので、えー。一昔前は韓国がラフプレーが多かった。多かったね。いや、こ今回も多いんですよ。か韓国戦はほんとね、えー、あれあれだからこ今回韓国はあれだよね。あの 韓国の監督をやってる人がレッドカードをもらって退場したんだよね。ワールドカップ初、監督がレッドカードをもらって退場っていうのがあるので、やっぱ、気質としては今も、韓国は、うん、そういうラフプレー気質というかね、勝つためには何でもするっていう、うん、ことだと思います。でもこ、今回は韓国よりガーナの方がかなりやばいので、 <laughs> あの人殺すつもりであの人たちはサッカーをやってるように見えるから <laughs> あ。あれなんだけど。まあそ,そうやって特色があるけどやっぱ日本はその中で弱いサッカーに見えちゃうんだよね。うん、ほ他の優れたジチームから見ると決勝トーナメントに残るようなメンツじゃねえんじゃねえかなっていうさ、ふうん、風に思っちゃうわけ。でもやっぱその日本を応援して日本だけ 勝てばいいって思ってる人たちからすると、僕が今言ってることは、なんだこの野郎っていう。むしろお前はサッカーの何なんだよっていう風にね。お,お前はその J リーグとかに入ってた人なのかっていう。うん、すいませんね本当。中学、高校とサッカー部で、えー、ちょろっとサッカーをやったりとかしてましたんで。あの、うん、そ,それなりにサッカーは好きだったりはするんです。 あでも3年みっちりやったわけでもないからね。ちょっとかじったっちゃう、ちょっとかじっただけだけど。バスケとか野球よりはサッカーが好きですぐらいの、そういう人ではある。そういう人なんだけど。でもやっぱ、なんだろう。やっぱ他の国のスーパープレイを見ると日本のプレーは <laughs>、やっぱり、やっぱりお国柄なのかななんか。 遠慮しがちにボール運びをして結局そのパスカットされてすぐにこうね、防戦一方になる感じのさ、いつ点取られてもおかしくないような、あの状況でさ、それで日本やれますよ、勝てますよって言われてもさ、説得力がないわけですよ。うん、そ、それでいてね、その審判に触ってもいないのにイエローカードでお前、その選手倒しただろうっていうふうに、いちゃもんつけられるのもそうだしさ。 なんか、いや、ね、目指すは優勝とかさ、とりあえずベスト8より上に行こうって、あおっててもさ、うん、なんだろう、期待値としては、やっぱ5%もないわけですよね勝、勝ち上がっていく素養として。うん まあ、寄せ集めっちゃ寄せ集めだからね。うん、その練習量とかも、他のサッカーチームよりも、付け焼き場でこう、やっていくわけですから、それはうまくいくはずはないんですよ。どの、どのチームも。うん。では思うんだけど、そんな中でなんでみんなは喜んでられるんだろうっていう、なんかすごい危うい橋を渡るような戦い方をしてるのに、 結局勝ったから OK っていうのは、なんだろうね。やっぱ結果論ありきで、勝てるからお前らを応援してるんだ、みたいなさ。勝てても負けても応援するぐらいの、ことなんじゃないのって思うんだけど。そうじゃない。負けたらもう、そう、だからそう、そういう人がね、応援する人と非難する人は別の人っていうのもあるんだけど、 それらが一緒になって、その、今お祭り状態になってることが、どうしても僕はね、ああ、まだ、まだこのお祭りが続くんだ。泣きたいっていう。うんなんかと、とりあえず、なんだろう、うラッキーとかとは言わないけどうん、でもラッキー、ラッキーゴールで、 勝てたような試合でそれがこの先何度もそのラッキーが起こるわけではないだろうからさどっかでどっかでその運も使い果たすんだろうなと思うとさでもそれはみんな思ってても言わないし、うん、とりあえず勝ったからみんなわって喜んでるしっていうので今日は本当絶望しましたサッカーで勝ったやったって言ってる人みんなのことが嫌いに僕はなりかけた。 あ僕のことはみんなとっくに嫌いだと思うんだけどあ、僕はみんなを嫌わないように毎日努力はしてるんですけど、渋谷の人も嫌わないように努力はしてるんですけど、今日はもうちょっとそ,その糸が切れそうになったね。でこ、これからも続くんだろうっていうので、もうさすがに、もうさすがにワールドカップの話題は、 あこ,これ以上は僕は自分からは話さないように、あと試合とか見ないように、日本の試合だけ見ないで他の国の試合だけ見た方が幸せになれるかもしれないなぁなんていうふうに思いました。あーいろんな人生きてっからそれでいいんだけど、でも結局世の中のその仕組みというか、あ なんでサッカーを応援してるのとか。まあ、それは、なんでこのアニメ見てるのとか。なんでこの映画見てんのとか。もうそうだし。なんでサーフィンやってるのでもいいしさ。あセパタクローなんでやってんのとかでもそうだしさ。なんで山登りすんのとか。もう全部、人のやることは全部そうだけど。観光もな何でもそうだけどあ。なんでやってんのっていうのを追求すると、実はそんなに、 みんな、その、かっこたる意志で私はこれをやっているっていう人はいないわけで、そんな息苦しい生き方じゃなくて、今これが流行ってるから、とりあえず乗っとけ、みたいな、うん、感じなんだろうな、というふうには思います。でも、そのことが、うん、もしかしたら何か社会の迷惑になってたりとかね、何かを止めてたりとか、むしろこの、 ワールドカップのニュース一色になってるこの日本の中で、うん、とんでもないひどいニュースとか、とんでもない政治決定がされてたりとか、するかもしれないわけですよそ。それらにはもうみんな目をつぶって、えー、今起こってることで一番みんなが喜べることとして、ワールドカップがまやかしのニュースとして扱われてるような気がしてならない。 気がしてならないだけだからそうじゃないかもしれないんだけど、あーそのこ、ここに書いてある。FIFA ワールドカップがあ今起こってる戦争であるとか、あとは新興宗教の問題であるとか、コロナのパンデミックであるとか、保育園児の保育士が包丁,包丁を持ったとかあ、子供に虐待をしてたとか、どっかで火事があったとかさ、あ ね、どっかの裁判で勝訴した敗訴したとかっていうことが全部忘れられて今日一日ずっと、うん、そのニュースは今ニュースをかけても多分ワールドカップをやってるんだと思うんですよ勝ちましたってずっと言ってる感じのこれをひっくり返すのは多分もう天皇陛下が崩御したとかさあの上皇様が死んだとかさそ,そんな話にでもならないとあの このワールドカップのニュースは止まらないんですよ。あなんかね、それが怖くて、えー、ちょっと僕はその、サッカーは好きだけど、今の現象をちょっとやっぱ一歩身を引いてみるっていう感じになってます。はい、何すか。次の、クロアチア戦は、相手にモドリッチってストライカーがいるから、 そこをどう攻めるかかね。<laughs> 勝てると思ってんだなと思ってさ <laughs>。おめでたいなって僕はやっぱ思っちゃうんだよ <laughs>。日本にはエースストライカーがいないわけでしょなんか、な,な,なんかあ、あれでしょあれでしょなんか、日本のは同安がいるから大丈夫だなんか言われてたりとかするけど。 だから、日本のチームは今回は、その、これだっていうストライカーの人がいないんだよね。ゴールキーパーも別に守護神って言われてるほど、こうセ、セーブ率が高いわけでもないしさ、どう攻めるかかな、とか、やっぱ。 僕は、まあまもう、どうせ無理なんだからっていうふうに思うし、期待させないでくれとかじゃない、頑張ってくれとは思うんですけど、でも頑張った結果、その、ポンコツなプレイをしてるわけですよ。ポンコツなプレイをしてる中で、あれはわざとそうして油断させてんのかなって思うぐらいに、あの、うまく回ってなかったりとかするのね。 なんかなぁと思うの。その、まぐれで、まぐれで勝ってってさ、本当に強い人にさ、その、まぐれが通じなくてボコボコにされるだけなんじゃないかなって言うのは、やっぱちょっと思ったりとかするので、うんうん、もうどう勝つかとか、そんな話で僕は多分、あなたと盛り上がれはしないと思うんだよね。うん、見方が違うからさ、で、みんなそうやってなんか、サッカー見たいんでしょっていうふうには思うのでね。うん こ今回のシ,フシステムが面白いのもあるんだけどさ、VAR って面白いっていうのは、ね、ちょっとあるので、うん、それは僕もね、見たいは見たいんだけど、<laughs> でもちょっともう日本の応援をするかって言われたらしたくないっていう。うん、そうすると僕は、じゃあお前は非国民だなってみんなに認定されて、お仲間外れにされるだけなんだけど。でも 僕はやっぱ、その、みんなが応援してるから、こ、この応援に乗っておこうとかっていう気持ちは、その、嫌われたくない、その、生存本能というかさ、あが働いてると思うんだよね。別に好きじゃ、でも嫌いでもないけど、うん、好きでも嫌いでもないんだったらみんなが喜んでるから、僕も、うん、日本勝ったやったって言おうとか、うん、それこそ今のコメントに対して、 どう勝つか、から、なんていうことにさ、話を乗るわけだけどさ、ね、あのー、あのーあー、それが、ちょっともう僕は無理。最初からもう日本のその、今回の日本代表のチームは、うん、なんかいける感じがしないので、 もう、それはもうドイツの最初のやつからいける感じがしなかったんで。それ、それでも勝ててるから、あのね、あれなんだけど。でもこの勝ち方は、じゃあ正しいかっつうと、正しい勝ち方、正しい勝ち方というか、上手いサッカーの人の勝ち方じゃない、泥臭い戦いをしてるから、そ,それがダメだっていう、うん、ねも、文句言うんだったらお前がやってみろって話なんだろうけどさ。 これで喜ぶのはやっぱ企業でスポンサーやってる人と、あとはそのサッカー勝ったっつって、わーって渋谷で喜ぶ人が喜んでるんだっていう。うん、でそ、それの空気に負けた人がサッカー勝ってやったっていうので。で、これが後々に日本が熱狂したサッカーブームっ,つってさ、今プロ野球もそんなに流行ってない中で、ワールドカップの放送権はみんな取って、 日本で放送してるし、アベーマ TV で全試合見放題だし、アベーマだと本田圭佑が解説してるっつうのでねそ、そっちはそっちで人気みたいなし。まあ、それで見ればいいんじゃないですかとは思うけど、やっぱ僕は、でもきょ今日限り、もうサッカーのワールドカップの話は <laughs> しないかもしれない。メシが点取ったとか あそのブラジルのあの金髪のす,すごい人とかね、あの、の話をしたくてももうこれからは我慢するっていう。あアベマ TV じゃないか。アベマね。アベーマじゃなくアベマなのね。すいません。アベーマとアベマは違うんだね。これは失礼しました。アベマね、はい。まあ、そんな感じです。 ちょっと、ちょっと無理だね、僕は。この、そして、やっぱ僕は、やっぱあの熱狂している姿がもうダメなんだろうな。それはもう、僕には宗教に見えちゃってダメなんですよ。ああいう、な何か日本代表というシンボルを崇める感じが、お祭りでわーってやってる感じが。だから昔はそんなにあれじゃなかったんだけど、 最近、夏祭りとかもうダメで。あの、盆踊りでみんなで同じ所作でこう、いや踊る感じ。泡踊りとかもそうだけど、あと、みこし担いで、わーって走るやつとか、ああいうのが、だんだんダメになってきちゃったんだよね。その、お祭りは必要だし、楽しいことなのもわかるし、みんなに必要なのはわかるんだけど、うんでもあれは、 やっぱ、形外化したものだしさ、みんなで同じ一つの行動をするということにあれば意味があるので、うん、でもそ、それは宗教でも同じことだからさ、うん、だから、お祭りに参加してる人は信仰宗教の壺買うこととか、本当は責められないんじゃないかとか、思うのであの、あんまりにもことがでかくなってさ、 みんなが応援するっつって、わーってなってさ、やってる感じとかさ、でか勝ってればいいけど、負けたらもう、ね、あいつのせいだ、こいつのせいだっていう風に言い始めたりとかさ、なんであいつはこんなことしなかったんだとかっていう、そういう短絡的で凶暴な人が、うん、現れるっていう、う現れるっていうか、本性を表す場所、そしてそれを言っていいと。 だから、その、橋から飛び、大阪のその橋から飛び降りていいっていうことと一緒でさ、あなんか馬鹿を許容する感じがして嫌なんだよね。でも本来それぐらい盛り上がった方はスポーツはいいんだろうけど、結局終わったオリンピックで今、ね、毎日のように、なんか、談合があったとかさ、言われててさ。 終わった話で、白報道とか電通に捜査が入ったとかいうニュースとかさ、終わってから言うのかよとか思ったりとかするからさ、だら基本もう、そのスポーツとかイベントとかっていうのは、あんま熱狂しない。僕はもう熱狂して何かそういうものに参加できるような精神状態じゃないんだろうなっていう。そ,そういうもので嫌な部分を、 もう子供の頃から見せられてるから、新、う、興、ん、宗教にはま,はまった人たちに振り回された幼少期であるので、うんだあね、僕もだからある意味そういう意味では新興宗教2世みたいな立ち位置でもあるのかもしれないなと思うんですけど。まあでも僕が生まれた後に新興宗教にはまられたので、うん、それは2世ってことではないんだろうなと思って <laughs> 思ってはいるけど、 み、うん、たいなもんかなとも思います。まあ、そんな感じです。今日、今日以降はサッカーの話がしないように気をつけます。大変失礼いたしました。あというわけで、えっ、ー、と、大阪の広告が今問題になってるっって。まあ、またフェミニストが騒いでんだろうなとは思うんだけど。なんか大阪の駅前にバニーガールの格好をした まあ二次元美少女みたいなのがいるというやつがポスターが貼られてて不快だという人が運動を出していると。で、まあ確かに行き過ぎかもねという意見も今出てきていると。で、今日実際そのポスターの写真を見たんだけど、うん、あの僕の素直な感想は、ああ、秋葉原に 貼ってあるポスターみたいなのが大阪にまでこう伝染したんだなあっていうのが感想で秋葉原で押さえ、お押さえといけばいいのにみんながそうやってご当地ギャルとかなんかご,ご当地アニメキャラとか作ったりとかする流れの中でこういうのが出てきたんだろうなっていうふうには思ったんでなんだろうこれをけしからんっていうふうにどうせそれを責めたとしてもさ その美少年のほら、あの水泳をやるやつとかさあ、上半身裸の男の人のアニメの絵が、同じように飾られてたら、じゃあこれがいやらしいか、いやらしくないかとかさ、その男性アイドルが胸元がはだけたさ、ホストっぽい格好で写真の、バストアップの写真みたいなのが駅前に貼られてたら、いやらしいか、いやらしくないかって話でしょ。 うん、そ、そこだと思うんだよね、うん。だから、その、男性の裸は別にいいと。ね、夏になればみんな上半身裸になるし、何が、それは性的搾取ではないっていうふうに、女の人は言うかもしれないけれど。まあ、でも女の人が見て別に、その、愉快になるような絵ではないよな、とも思ったんだけど、思ったんだけど、 まあ,あ、まあ、でも、ほっときゃエスカレートもすんだろうなあとも思うし、うざきちゃんのね、おっぱいの大きさがどうのこうのって言ってたのも何年か前のもあるし、でまあ、ねえ、と思ったりとかしてますね。だほ、ほん、ほはもうこんなの、秋葉原でしか見れないですっていうふうにしとけばいいんだけど、そうはいかないんだね、もう今、その、クールジャパンだからさ、 クールジャパンでお金もらいながらこういうことできるから、いろんなイベントにアニメを呼び込もうとかね、ゆるキャラ作ろうとかもうそうだしさ、こんなことやった結果の一個なんだろうなぁとは思ったりとかします。で、この絵、うまくもなんともないしさ、可愛くもうまくもなんともないわけだからさ。えー, <laughs> ーって思うね。 まあでもこういう絵が性癖に刺さる人もいるんだろうし、僕は全然うまいとも思わなかったし、いい絵だとも思わなかったし、この絵を見て欲情することもないなというふうには思うし、でもこのバニーガールの格好をしている絵がけしからんっていうふうに起こる風潮も、まあわからなくはない。 過剰反応かなとも思うところはあるけど、でもこれをほっとくとマイクロビキニのポスターができるからな。ブ,ブラジル水着のポスターが怒られるまでエスカレートしていくんだから。な <laughs> <laughs> まあ、この辺でストッパーかけて、その、けしからんつってルール化したり、その、することではないけど、まあ、不快ですっていうふうに言うこと自体はいいんだろうなと思った。 まあ不快ですって言ったけど、やめねえけどなっていうことだとは思うんだけど。でも、いずれこんなことやってるくとまた、その、エロ漫画に青年マークがついちゃうとかさ、そう、そう、そういうなんか自主規制がどうのこうのとかさ、あ今な、だからなんだっけ、ロリコン漫画が危機なんだよね。もう、その、ポ、ポルノの規制が始まってる中で、その、 二次元のエロ漫画とかうんぬんじゃなくて、えー、もうだ、出したら怒られるっていうあれ。あれこそ性的搾取を目的とした本だからさ写、写真だけに限るっていうので今そういうのが規制になってんだけど、もうそのフィクションで書かれた漫画のお話みたいなものとか、アニメのものとかも規制される、えー、ことになってしまう。 なんだろ、外貨を稼ぐのにちょうどいいのになって僕は思うから、ああいうのは、その、なんだろ、まあでも、その、マスターカードとか、クレジットカードがそういうものを扱わないとか、あと、ピクシブがまたルール変えたっつってね、表現で、えっと、その、ピクシブはイラストサイトだから、その、もう実写って明らかにわかるような、 あもの。ただ写真を撮って、で、しかもその写真に撮った女の子とお酒が飲めますよとかさ、夜のデートができますよ、詳しくはこちらのメールアドレスみたいな誘導してるうものの温床になってるから結果としてそうなるわけで、ね、う写実的な絵を描くなとまで言われそうなさ、あ,ーあの <laughs>、 世界になっちゃって。まあ、それは利用してる悪い人がいるわけで。それこそ、何十年か前のピクシブはさ、その、女の人の絵描きがすごくいるから、ナンパの場としてさ、その、あの、僕は編集者だから、き君を紹介してあげるから、まず俺と一回デートしようっつって、その、相手にダイレクトメールを送って、うんその、 ピクシブのね、なんかメッセージを送るところでさ、それで騙してホテルでやってとかっていうので、すごい被害に遭ったっていうのが何十年、十年間、それぐらい前にあったりとかしたんですよ。それはピクシブって場所は、その書く人も見る人も、そのビューアー数がめちゃめちゃ多いっていうところで、人がいるところだから、その悪さをしようとか、お客さんとしてここは人が集まるところだから、 その出会い系みたいなものの温床になったりとかっていうこともするわけですよ。でもそこに、え、少なくともその絵を描いて見せたい人と、その出来上がった絵で自分の好みの絵を探そうっていう人がピクシブに集まってたわけで、えー、まあでもそういうの温床にしてどうしたって人が集まるとね、とは思うんですけど、<laughs> それに対してルール化するときに、その、 明らかに実写であると。写真で撮ったようにしか見えない、えー、もので、この女の子に会えますよ、みたいなことを。でもそれを明文化するってことは、またそれは隠れみのになんか、ね。あの、今はもう AI が絵描く時代だからさ。AI でアニメっぽい絵にしてさ、あ,あとはンゴかなんかでさ、やり取りしたりとかさ。もう、できるわけでさ。 どんどんその日本の中で世界では NG ってされてて誰も作れないような環境が日本にはまだ残ってて僕はそれがアドバンテージだと思ってんだけどあのだからなくすべきじゃなくしたら困るなっていう思うんだけどねだって他の国で作れないし見れないものが日本で見れます作れますね買えますって言ったら どんな金出ししたって欲いい人はいるわけですよかその代わり日本の作品はモザイクがかかってしまうんだけどだから本当はうーんいやーダメかモザイク取るためだけに向こうの国に行ってでも年派も行かない女の子の 性的作詞みたいな作品を作ったりとかしたら向こうの国で捕まるんだな <laughs>。<laughs> 大変ですね、えー。はい。ピクシブの規約改定されて近親相関とか小説アウトになったんだっけ。そ、それはね、アウトにはまだなってない。それは、あのー、お金のやり取りをして T シャツとか、だから謹慎相関 T シャツみたいなのを作ると、それは、 取り扱いできませんっていうことでその、今回の声明だと、その、あの、出会い系を、その、あの、断ち切るためのものですね。で、その、資金親相送刊とか、あとは、その、いわゆる都市派もいかない、養女をどうにかするとかあー、そういったものは、その、クレジット会社が扱いませんと。そういったもので商売する人は、私どもの、その、 あのお金のやり取りには載せませんっていうね、マーケットに載せませんっていう風にして断られてる。で、そ,れその条件をピクシブは飲んだっていう話です。うん、だからそ、そのクレジット会社をどうしても、うん、ピクシブは入れたいから、うん、なのでそっちの条件を飲んだってだから、ピクシブは今ちょっと表現的にはいろんなものができなくなってるんだけど、 でもそんなのは、ね、ポ,リポリコレの人が騒げば騒ぐほど。なんだっけこれはフェイクニュースかもしれないんだけどスウェーデンであのスウェーデンだよな、確かなスウェーデンで LGBT の女性の人が、えー、とに配慮して妊婦という言葉を廃止しますと。 妊婦というのは、その、いわゆる、ノーマルな女性の人が妊娠した状態のことを妊婦というわけですけど、それを廃止するって、<laughs> バカなんじゃないかなと思うんだけど、その、だから今、世の中のルールがどんどん新しくアップデートしようとして変な方向に行ってるというか、その、なんですよ。その 電気自動車を走らせてみたり、環境問題考えろってって SDGs だとかさ、ビーガンもそうだけどさ、あのー、今何かっつうと、先進国と言われてる人たちが、自分たちが先進国である理由としてさ、考え方が、こういう考え方ができるから、我々はその他の 劣ったたた国よりりも優れていいいるのだというイニシアチブを取りたいがために変なことを言い始めてるわけだよねこのままじゃ地球ダメになるから温暖化になるからこれを取り締まりましょうとか新しい性の認識として LGBT を認めた人こそが今世界中に暮らしてる人よりも一段上の考え方を持ってその一段上の考えを我々は持っているからみんなを先導するんですっていうね。 でも、ビーガンも間違ってるし、LGBT の性を認めるっていう考え方も間違ってるし、あの古い考えに縛られてるんじゃなくて、そもそも、人として間違ってる、その趣味性の高いことを許容しようっていうだけの話なのに、その 妊婦の名前を変えますとか、あと女優と男優っていう言い方を全部ひとまとめに俳優にしますとか、シチュワーゼですっていう言い方は性的にダメなので、キャビンアテンダントにしますとか、今そういうことになってるんですよ。で、その中で、それが本当に正しくて、説得力があれば別にいいんだけど、全部それ、マウント取るために嘘を言ってる人たちの、 その主張だからさ、あの、だって電気自動車走らせると、その、あの、原発をか稼働してる方が全然エネルギー効率がいいのに、その火力発電所で作ったエネルギーで電気を作って、で、その排気ガスが出てないからいいでしょうじゃないの。車から排気ガスが出てないだけで、発電所から CO2 はたくさん出てるわけで。 それでよしっていうね。見えないからよしみたいなさ。あと、ビーガンとかもね。肉を食わないとかつって。肉を食わない割には、その、の羊毛を着てみたりとかさ。する感じね。ミンクのコートを着ながら私はビーガンですとかって言ってる感じとか。だから、それを風刺してたりするのが、そのビーガンの言ってることが、その肌につくような。 ス,スネオみたいな人がビーガンの主張をするっていうね。肉を食べてる人間は愚かで、汚れていて、とかっていうような話になるわけで。あれはもう、その、主導権を取りたいがためにやってんだな、なんていう風に思ったりとかするんだよね。あ、ごめん。あの、ピクシブの規約からちょっと飛躍してビーガンの話まで聞きましたけど、でも、その、 なんだろうね。僕は、その、日本の浮世絵だって今美術館に飾られてるわけでしょその、あの、ね、む、昔、そのエロ本だってされてたものがさ、春画ってされてたものが、うん、その海外のお金持ちの種、しゅ、ごめんなさい。あーどうしよう。くしゃみ出ちゃった。やばいね。ね。 だから、それがまた、<laughs> ね、下手すれば何百万ドルとかになるわけでさ、歴史的価値とかさ、た、たかが版画の一枚釣ったやつの旬画なんかがさ、もうそれしか残ってないっていうので、えー、オークションにかけられたりとかするわけじゃん。だから、その、こ、この表現が良くて、この表現が良くない。それを我々が決めます。ピクシブが決めます。クレジット会社が決めます。 dmm が決めますみたいなことでさ、やること自体がどうなのってちょっと思ったりするところがありますあ。僕は、僕は他の国で作れないものを日本が作るっていうその特性は残した方がいいと思うので、それによって日本はそういう変態の国だとか、あの、けしからんとかさ、あだから今日本はその価値観を海外に合わせるためにさ、 18歳で、その、選挙できるようにしますとか、いろいろ、やったりとかしてっけどさ。で、なんだっけ,あのけ結婚できるのも、16歳で結婚できる制度をなくしたりとかしてさ、やったわけだけど、なんだろうね。特色は残した方がいいんじゃねえのっていうふうには、ちょっと、思ったりいたします。うん でも、それが、今、どこにも発表できないっていう。もうダークウェブでしかそんなのは、近親相関の話だってできない。近親相関はけしからんっつってね。なんだろうな。まあ確かにそ、その,の、近親相関は、その血、血が濃くなるから、あの、近親後輩はやっぱり、その、絶対ダメだってわけじゃないんだけど、その、ダメな子が生まれるんですよ。 あの、DNA の書き込みミスというかさ。だからこそ、その、違うオスとメスが交配して、その多様性を作っていくっていうことが大事なんだけど。まあでも、それでも一定確率で、その、ね、脳みそに障害がある子とか、うん、最初から目が見えないで生まれてくる子とか、が出てきちゃうことは出てきちゃうんですけど。 で,でも、近親交配はやっぱ良くないわけです。だからそれで昔は天皇家なんかは近親交配とかやってたけど、それは良くないっていう科学的データで、外からその遺伝子を持ってくるようにしたわけで。でも、そういうものでさ、でも、なんだろうね、それをなくすっていうこと自体はどうかなとやはり思ったりしますよ。 別に近親相関もの僕大好きってわけじゃないけど、なんだろうな、ロミオとジュリエットだってそんな、あの、貴族同士の話だから、あの、遠からずとも近親相関の話だろうと思ったりとかするんで、あと、その、あの、あれ、禁慎相関が禁止だとしたら、ギリシャ神話なんか絶対に、その、ダメな、アウトなやつだから、 あれ全部親族の話だからさ、あのか神の世界のね、親族同士で浮気したり、ね、一夜限りだったりとか、それでいて、ゼウスは絶対神だからさ、あらゆる女の人にこう手つけたりとかするやつとかさ、あれもう完全アウトじゃんって話、あれは神だからいいんですよって話でしょ あだから、その辺がね、まあまあ、その、キリスト教の教えぐらいのもんなんだろうなとは思うんですけど、くだらんなと思ったりとかいたします。それが、その、いわゆるビジネスの世界だったり、その、美術の世界だったりとか、表現の自由が一個奪われるっていう話なんだね。まあ、まあな、でも、スターウォーズだってそうじゃん。スターウォーズ、レイヤー姫とルークが、 あのー、ねえ、恋長になるんじゃないかっていう、禁止創刊の話じゃないんですかって言うな話になるんでね。な、まああのー、なんかなーって思ったりとかしますよ。うまあだからき、禁止されることをそれぞれもさ、その、誰か権力を持ってる人とか、もしくは権力を持ちたい、うん、その、 何かその近親相関であったりとかいうものを責めたい人が責めてる間はその権力がそこにあるわけだからそれも分かるんだけどさそれによって人間は一つ考えるキキーと鍵というかさあのパーソンをなくすわけですよ近親相関というパーツが世の中からスポッと抜けちゃうわけだ。あ それはよ、よ、良いのか悪いのかの判断をする材料そのものがなくなってしまうことなので、あの、フィクションの中ぐらいいろいろあっていいんじゃねえのっていうふうに僕は思うんですけどね。どうしてもそれが、そ,そういう作品があると社会的に悪だし、その間違った、その、情報を 勉強してしまうっていう形になるから、近親相関が OK になってしまうっていう話になるから、なると信じてる人がいるから、うーそういうのが、けしからんって言われるんだろうけど、でも世の中のどこにもなくても、どっかで思いついたり、何かの表紙にその、兄弟間で恋愛と錯覚してしまう何かは、何かの事件で、 現実に怒らないとは言い切れないわけでうん。絶対に怒るとも言わないけど、言い切れないけど、そのあのなんかそれをフィクションの世界で先にその学習してしまうで、こういうことはいいのか悪いのかっていう考えるきっかけになるっていうことだけで、あらゆる作品はあっていいと思うわけですよ。うんでもエンタメだからみんなが望むものが、 あ大量生産され大量消費されるわけですけどでもなんか僕はやっぱりその一つのものとかこれを信じなさいこれだけが真実ですっていうふうに与えられる世の中は不幸せだと思うし天才を生まないと思うし天才というか新しい考え方を持った人を生まないと思うし。 それで多様性だとかさ、みんな人種を認めようなんてするのはさ、ちゃんちゃらおかしいわけで、あのどっちかというと、まああの、いろんな形での文化のレイプだと思っちゃうからさ、良くないな、なんていうふうに思ったりいたします。まあそんなのが、まあ、ピクシブから始まり、いろいろ思うことではあったりいたしました。まあ大阪の表現そのものもそうだけどね。 これは絵が下手だってところで決着つけた方がいい気がするよ、僕は。大して、大してうまいわけでもないし。でもこんなんでもいいんだね、と思ったりするから、やっぱ絵を描く業界でさ、これにポスター描いてもらおうっていう人とかは、まあ、本当その、狭い世界で決まってんだな、なんていうふうに思ったりしますね。何の、 何のあれもない。まあでも僕に書かせろっつうと、こんな洋上戦記の似ても似つかない絵を書くので、僕もダメなんだろうなと思うんですよ。こんな需要がないもの。怖くもない。ちょっと狂気の入った顔を書こうと思ったんだけど、狂気にもなってないからね。えー、っていう話でした。えー、もう1時間も話してんの。あら、ごめんなさい。 えー、もう終わります。今日最後の話は、僕があんまり好きじゃないっていう人が死んだって話です。今日はでも配信してて、えー、渡辺徹が死にましたねっていう話を誰も持ってこないっていうのが本当にありがたい。最近は本当に僕の方がむしろ人が死んだ話してんじゃないかってぐらいで、あれなんだけど、どうしても話しておきたかったのは、まあいつもということは一緒なんですが、 えー、この、渡辺徹という人はですね、えっ、ー、と、脳後変だっけなんか、肺、肺結束だっけ肺結晶だ。肺、肺結晶で、その、死んじゃったんだけど、あのー、実際に死んだのは11月の28日です。えー、4日前ですね。5日前か。ねで、 そのニュースとして報道されたのが12月2日に発表されました。えー、だから実際に死んだのは28日。でも12月2日にこのニュースを速報で聞いた人は、渡辺徹が死んだことについて、まあ信じられない。まだ61歳なのにとか、昔あの番組見てました。太陽にほえろのラガー好きでした。 スーパーマリオクラブの司会をやってた頃、毎日、毎週見てましたとかさ。じゃあ、江戸や小猫が死んだら、お前ら、あの、あの、PC エンジンのゲーム紹介してた番組の思い出話とかするのっかって話がってもするんですけど、あの、<laughs> あ同じので、渡辺、PC エンジンの大竹誠の番組で出てきた渡辺さんもさ、 あの人も今もうだいぶの歳だからいつ死ぬかわかんない。あの人の書いたゲームキッズっていう小説が好きでしたとか、ね、高橋名人のあの、あれ、えー、この、16連射で吸い替わる演出をしたのはあの人だったのが忘れられませんとかさ、言うのかっていう話だったりとかする、ね。しかもそれは、親しい人、親族、 ね。だったら11月28日に知ってるわけ。で、芸能界の社長とかは当日に知るわけですよ。だけど、僕ら一般人は12月2日にその発表を耳にするわけです。だから死んでからもう5日も経ってんですよ。あの、だからこの5日間のラグを、その、どう考えるかですよね。まあ僕はそれで、その、情報というのは、 その、僕らに届いて、初めて真実なり事実っていうことになるわけで、え、ね、一ヶ月前に実はこんな戦争が起こってましたとか、こんな犯罪がありました。一年前に、え、殺害してた妻を、誰が殺したんだかわかりませんって言ってとぼけてた一年間の、 県議会議員がいましたみたいな、あそんなことがあるわけですよ。だから、あの、なんだろうな。あの、その、みんなはなんで5日前に死んだ人のことを今、えー、みんな知ったからって言ってさ、恥ずかしくないのって思っちゃうんだね。僕はね。恥ずかしいだろ。あの、 5日間も知らなかった。じゃあ11月28日に知らなかった人がさ、12月2日にさ、急に、ああ、死んだんだ、知らなかったです、つってあの。どうぞ、どうぞ、その、清らかにみたいなさ、こと言ってんのがやっぱちゃんちゃらおかしくてさ、なんでわざわざ関連づけて、すぐ奥み言うんだろう、つってさ。 もう一つは、渡辺徹なんて、それこそ今、メインでやってる仕事なんてほぼなくて、えー、ね、テレビじゃなくて舞台の方で若手の発掘とかね、毎,毎年その渡辺会みたいなのをやってたりとかするんだけど、ね、その、そういうことも知ら、知らずにさ、太陽に吠えろだ、スーパーマリオクラブだ、つってさ、 僕も、寂しいっちゃ寂しいんですよ。僕、地球ドラマチックが好きだから。地球ドラマチックのナレーター、渡辺徹だったんだけど、あの、落ち着いた声でさ、バレンシュタイン城の解説とかさ、イグアナの生態とかをさあか、あの、渡辺徹をこれナレーターに起用した人、本当その、いい、いい災害だなと思ったりとかしてたから、あれが聞けなくなるのでね。えー、それは僕も、 ね、今言ったことと同じですけど、思うことはあるけどさ、でも、それは自分で、こう、自主的に話すことではないので、で、それを話したところで、その、28日に死んでんだから、だから28日に知れる立場にいるんだったらね、渡辺徹に近しいんだったら、その、あの、僕もそう思っていい立場の人だと思うんだけど、 芸能人で、うんうん、その芸能人で、その、今日、今日その訃報を知るっていうのはさ、なんだろうね。あの、その知った瞬間が事実なんだろうから、みんなにとっても、この人が死にましたとか、実はこういう事件がありましたっていうのを、何日か遅れたりとか、実はこういう脱税をしてたやつがいるとか。 あーね、コロナの注射をフライングで俺だけに打たせろって言ってた会社の社長がいるとかね。なんかそんなのが、いろいろ調べて分かる。ね。オリンピックも1年2年、1年経った今、2年経った今悪いことしてたっつってさ、ニュースになるっていうさ、もう誰も気にしてないタイミングで。だからオリンピックのニュースは誰も気にしないようにさ、人が死んだニュースだけこうやってわーって言って、 だからこれも、その、お祭り好きだったり、イベント好きだったり、なんか話さなきゃって思うんだろうね。自分の中にある何かとか、言わずに折れないんだろうけど。でも、やっぱ僕はその時に思うのは、これは有名人だからこの人たちは言ってるわけで。名も知れずに、みんなの認識から外れたところで人間は、もう、今この瞬間にも死んでいくわけで。うん、なんか、 不公平というかさ、この渡辺徹に何か言ってる人っていうのは今の僕も含めてだけど、今名も知れず死んでいく日本国籍でもない人が死んでる。戦争で死んでる、病気で死んでる、老衰で死んでる、あ溺れて死んでるとかね、えー。いっぱいいろんな人が死んでるわけですよ。でも、その人たちにはみんな無関心なんだよなと思ってさ。 一人の人間の、その、有名だから、テレビに出てたから、芸能人だから、あー才能を持った芸術家だから、スポーツマンだから、そして、それを過去に見たことがあるからっていうだけで、その、なんか思い出を語って、その、安らかになんつうのは、ちょっと違うんじゃないのって、もしそれを言うんだったら、もう今この瞬間に死んでる人たち全てに哀悼の意を、 表しなさいよっっって僕はやっぱ思ったんですそ,その差別は何なんだっていうさ。この人は、その、お悔やみの言葉を言って、この人には言わないっていう、その差別と区別は何なんだろうっていうふうに思うからさ。あでもやっぱそれを実際やり始めると自分の人生がただただお悔やみ言うだけの人生になっちゃうからね。知らない人みんなにその、 あのー、みんなのために80億人分の墓参りをずっとしなきゃいけなくなるから、今生きてるの80億人人口が生きてるわけですからね。それは無理だっていう。物理的に無理だから自分の知ってる範囲で暇な人生を持て余して、そのちょっと悲しい気分になるっていう言葉を どっかに残そうつって渡辺徹が死んだってことに対して、対して思い出もない話をし、ですよ。あの、誰も喜ばないような話をしながら、でも、それによって何かに関わった気になる。誰かの死を悼んだ気になるっていうのは、うーん、どうかなって思ったりとかしますね。だから、 安倍元首相の死,死は傷んだ方が良くて、そうじゃない人は死んだ方がいいって思うとかさ、そ,それも違うと思うよね。命の重さは同じとかね、馬鹿なんじゃねえのって思ったりもしますけど、うん。なんかね、その、自分のお気に入りの人だけを、こう、思って生きることっていうのは、 非常に僕は差別的でいやらしいことだな。でもそれが本来人間がやることではあったりするんだけど、うん、僕はちょっとね、嫌なんだよね。だから人間の死に触れたくないんですよ。誰かが死んだとかっていう話は。今日話しましたけどね。うん、でも話すからには僕はみ,みんなに考えてほしいなと思うんだよね。 特定の人が死んだ時にだけ悲しいふりをすることが、その、自分でその行為が浅ましいと思わないのかっていうね。で、浅ましいって言われたことでもし怒りを感じるのであれば、うん、その怒りは、その、どっちなんだっていうね。僕が間違ったことを言って無礼だと感じているのか、それともそれが恥ずかしいことだっていうふうに、 言われる、そのこと、そのものに怒りを感じるのかっていうさ。うんでも多分ね、馬鹿にされてると思うんだと思うんだみんなは。この話を拒絶するってことは。でも、やっぱ僕は不思議なんだよ。その、そのねむ、虫とか動物の死んでることにまで、さすがに僕も感化できないなと思うけど、同じ人間が死んでることに対して、 何も思いを馳せない。ね。そのコロナで毎日何百人死んでるっていうのもさ。それは何百人っていう数字で認識しちゃってたりする部分であるからさ。あの、それはどっか、その、麻痺してるからだと思うんだよね。それが自分の家族だったりとかすると急に悲しかったりとかさ。ね。我がことのように。で、その我がことのようにの、 大体行為がテレビとか映画というもので、その俳優とかが身近に感じられる今社会になったから、ね、昔は小説家とかぐらいだったのが、今はもうテレビに出てる人だったら何でもっていうところではあったりするわけで、それもどうかなってやっぱ僕は思ったりするんだよね。まあ結局はわがままに生きるしかないっていう結論には行くんだけど、でも、 誰も彼もがそれに振り向かずに渡辺徹に対して今日は何か言おうっていうふうに決めてるのであれば、それはちょっと違うんじゃないのかなってやっぱ思ったりします。うん、それがトレンドだから今言っとこうっていうことにも、なってるかもしれないし。最近だからね、僕は今こういう話をしてるのは、僕はこれを自覚しなきゃと思いながら、 話してるわけです。だけど、その、世の中の人は多分その自覚をすると、その、時間のロスになるわけだよね。自分で考えるっていうことがロスだからー、楽しい人生は楽しい方がいいからさ、必要最低限の情報を得て、で、あとはそれをオム返しで拡散してっていうようなうー、生き方の方が楽だから、でもそれは自覚をしてないわけだよね。何にも。 言われて初めて気づくとか。まあ、人生いろんなそういうことはあるんだけど、その、でもその、自分がわざわざ死を痛んでるのに、今あなたが苦し、その死を痛んでる間にも世の中には何千人という子供がバタバタと倒れて死んでいますけど、その、それをどう思いますかなんて言われても不快なだけだとは思うんだけど、<laughs> 思うんだけど、でもそれを、 全く考えないとか、考えの外に置いてある。一回考えた上で自分で答えを出して、有名人にだけお悔やみを言う私は癒やしい奴なんだっていうことを自覚して、今もその行動を私はしている。なぜなら自分には追い切れないことだからっていうので、結論付けでやってんだったら、それは自覚してるってことなんだけど、それが多分ないんだよね。だから、人間ってのは、 本当に考えない動物だし、僕も視野は狭いんだけど、僕よりも多分視野が狭い人がたくさんいるんだろうなと思って。そういうことを考えることすらない。で、そういう自分勝手な人が渋谷に行って、わーって騒いだりとかするわけで、あの、するんだと思うんだ。もし考えてあれを計算でやってるんだとしたら、あ渋谷でね、 わーってスクランブル交差点で騒ぐことが渋谷に来たら騒ぐんだっていう思考回路になってるってことは何かこういろいろ排除していかないとそこにたどり着かないと思うんだよね。で、一回でもなんかそういうの自分で考えようと思う人は渋谷に行かないし、渋谷であんなバカなことをしないと思うんだよね。なんかね、それがね、 どうしてもこの人が死んだらどうしてもその有名人が死ねば死ぬほど今スマップのメンバーが死んだりとかしたらみんなが悲しみにくれると思うの。西城秀樹が死んだ時みたいに、あーのー特に女性の方がこうね、感傷的になって色々言ったり、えー、するんだと思うんですよ。で、なんでジャニーズを辞めさせたんだみたいなことも含めて。 怒りの対象がその会社に向かったりとかするところまでよ見えるんだけどさ、もし、もしそういうことがあったとすればね、なんかなと思うんですよね。僕が今、なんか人が死んだってことに対して思うのはそういうことです。人にすごく影響を与えた人だから、この人は報道して、えー、追悼番組を作り、えー、そしてファンの人はそれに、えー、乗っかってね、 なんかするっていうさ、その、太陽に吠えろの、あのー、うかの、え <laughs> 石原裕次郎とか。石原裕次郎だって何がいいんだよって昔から思ってましたけど。ね、好きな人は好きなんだよね。祐三、ゆうさ三つってね。えー かね、僕はもういつまでたっても、本当はみんなと合わせてね、あの、悲しいねって言った方がいいんだろうけど、でもそこで悲しいねって言ってると、誰も何も考えないっていうことになるから、うん僕はせめて考えて、時々こういうこと言った方がいいだろうなとは思います。だって誰も考えないし言わないことだから。 そういうのはみんなもう中学生ぐらいで考えて、そういうのを考え続けるのが中二病だってことだとは思うんだけど、なんかでも僕は不公平だなって思うんだよね。なんで大して仲良くもない、知りもしない芸能人のことで何か喋るんだろう。でもそこにはやっぱどっちかというと下心があるわけでね。えー、こ,こんな風に悲しんでる僕を見てくれなわけでさ。 あれはいやらしい行為だと思うんだよね。だから、映画を見た感想とかと多分同じ感覚でやってんだと思うんだけどそこはやっぱ自覚がないってことで、うん、自覚がない人が一番世の中で怖いんだろうなと思います、うん。その、自分の言ったこととかやったことが世の中のためになるのか、それとも、 世の中の迷惑になるのかってことすら考えないでその言葉を発してしまうから、よくないんだと思うんだよね。だからどうしろってわけでもないんだけど、やめろって言ったってどうせやめないんだし。だから僕はせめて言うだけ言うけど、優しく見守って終わっていこうかなっていうふうに思います。それしかないよ。 なんていうふうに、えー、思いました。じゃあ、まあ、そ、そんな僕は今日、幼女戦記の主人公を書いて、第2シーズン楽しみだねって話をしようとして一切しなかったんですけど、えー、この戦争が起こってるさながに、アニメの第2期なんか本当に完成すんのかなって、また放送して3週ぐらいで、ね、制作が休みますっ、つってね。 再放送になったりとかするのかなかなんていうのもちょっと思ったりとかいたしました。なんだろうね。だから、幼女戦記なんかさ、基本的に名探偵コナンなわけですよね。あの、見た目は子供、頭脳は大人。で、それが名探偵になるのか、 ああ、そうだ今日映画の話で何しようかって話、あれだ、ミステリーとサスペンスの違いを話そうって話を、を考えて思いついたんだった。ごめんなさい。えー。だからち、ちょうどこれはサスペンスではないけど、コナンのパッケージは、そそれだよね。ミステリーというパッケージなんだけど、幼女選挙は何だクロニクルか。サスペンスではないけど。 でこれはナロー系ってやつで異世界転生で電車にひかれて、その、なぜかドイツに似た国に転生してしまうって話であってさ。僕、これ転生系が嫌いだ嫌いだって言ってんのに、幼女戦記だけは好きなんだよね。<laughs> <あの> <laughs> ああでも幼女戦記はずるいんだよなもうほ。ほとんどドイツの、あの、やってることをたどりながらさ、 そ,その歴史改編をやろうとしてる話だから、ずるいっちゃずるいんだよなぁと思ったりとかします。えーうん、ただこ、これは他のナロー系と違ってなんか見れるんだよなぁと思うのは、やっぱどっかこういう軍服着て拳銃持って戦うあたりの戦争に僕自身も多少こうそういうのがかっこいいっていう 教育を受けてきてしまってる部分でもあるのかもしれないなと思いますね。ファンタジーになると、別にそんなときめかないんだけど。やっぱ軍服着てね、これ空飛んだりとかするから、全然、その、リアルな戦争ではないんですけど。やっぱりライフル持って突撃銃持って、わーなんつって、いや,やってるね、あの、ヘルメットですよね。えー、かぶって戦う感じとかは。 なんか戦争っぽいって思ったりするんだろうな、なんていうふうに思いました。ああだわ,わかんないもんだね。人は何を好きになるのか、何が嫌いなのかっていうだからぼ。僕のロジックでいけば、幼女戦記も嫌いなはずなんですけどね。これは多分、あれだろうな。アニメ始まる前にとりあえず、ウェブでタダで読めるから小説読もうつって読んで、ある程度読んで、 えー、か、読んでからアニメ見たからっていうのもあるんだろうなと思います。でどうせ第2シーズン始まったってったで、第2シーズンで完結するわけでもねえ話だなぁと思ったりするので。なんかなと思、ね、うね。よくないですよ、ほんと。ほんとよくないです。でも、 幼女選挙はやっぱ幼女であるわけですから、幼い女の子が戦争に参加して、っていう架空の話ですから、これが取り締まられないっていうのはやっぱ、そういうことだよなと思ったです。でも今やっぱ戦争が起こってね、ロシア、ウクライナはまだ解決しない。何にも解決しない。はぁうね。こうしてる間にも、 あっていうふうには思ったりするんですよ。解決策なんかないのがね。なんであれ他国が介入しねえんだろうなっていつも思うね。何の得もないからなんだろうけどね。そこに介入して助けたとしても。で、人道的になんつって言けど、結局戦力を出すことはなくですよ。あんなのロシアの国土をすぐ取っちゃえばいいのにっていつも思うんだけど。 それはしないんだよね。それをすると、その、侵略した方が人道的じゃないって言われてしまうから。よくわからんロジックだと思ってさ。喧嘩して悪いのが明らかにそっちだっていうふうになってんだったらさ、うん、罰ぐらいあったん、剣骨の罰ぐらいあるだろうっていう話になってさ。二度とそのウクライラが取られないように新しい国境を作って、 その新しい防衛ラインと国を作ればいいんだよ、あそこにっていうふうに思うんだけどね。下は北朝鮮、あ、下はモンゴル、上はロシアみたいな国になるから。で、それをまた取り戻せてロシアはやり始めんだろうけどね。あのね僕は取り戻せなくなるぐらいにロシアは縮小してしまえばいいんだとは思ったりするんですけど。まあそうはいかない。世の中はそうはいかない。 あとは、この考え自体もまずいなと思ってるのは、やっぱ僕もその考え方が毒されててさその、社会主義国家をさ、民主主義とか資本主義で育ってきた人の物差しでやっぱ見ちゃいけないので、ロシアにはロシアの理屈と正義があるわけですよね。そこはやっぱ理解示していかないといけないよなとは思ったりするんです。 それでも目に余るっていう、その、目に余るという報道を今されてる昨今ですよね。えー、ね、ヨーロッパ圏の人が、でもアジアの喧嘩には口出ししなかったりとか、ベトナムに勝手に口出ししてみたりとか、そういうので苦い汁ばっか飲んできたアメリカはいよいよ今、ねあの、アフガニスタンから撤退し、撤退したばっかだから戦争するわけにもっていう、 今の世論を気にして戦争にならない感じも含めておかしいよなってやっぱ思ったりとかしますね結局みんな自分の都合じゃんっていうのもね、えー、そ,そういうものをね結局自分の都合じゃんみたいなものを養生選挙はある程度解消してくれるアニメでもあるのかもしれないなとは思いますこれだけ好きですね リゼロも好きじゃないし、転生したら剣だったとか、みんなが大好きなそのスライムの剣とか、僕全然好きじゃないからさ。なんでみんなあれ好きなんだろうと思うんだけど、でも、僕が洋女戦機好きだってでもまあ、好きのレベルはモブサイコよりも劣る好きなんですけど、 嫌いじゃないっていうこの、このナロウ系だけ嫌いじゃないよっていう、そ,それは、あれですね、あのー、何が違うんだろうね、他の人とね、他の他のナロウ系と一緒でさ、そのとにかく長く小説でか書いてさ、あのー、痛いと、だから、とにかく話が間延びするんだ、これ、途中からわけわかんない話と設定が入ってさ。 マットサイエンティストとか出てきたりするんだけどさ。まあ、ニキはそれをやるんだけど。あれ、ほんとダメだと思うよ。あの、そっから全然面白くないのね。のなんだろうね。その、結局はその、このドイツに似た国家が結局第二次大戦まで巻き込まれていって、その、一人の女の子が歴史を修正しようとするんだけどっていう。 そういう展開になってくるんだけど、そこに行くまでの、まあ、遊びがさ、その神様を恨むとかね、転生するときに神様がどうしてもいるからその、その神様を許さないみたいな話とか、神様と会話するとか、あのー、多分この後、第3シーズンがアニメ化されるであろう、異世界転生でいいんだっけ 土直球のタイトルのやつ。ね。絵が綺麗だっつってみんなが褒めてたアニメ。とかさ。あれもさ。なんだろうな。ファンタジーの冒険探と,として描こうとして描けてないんだよね。ただただ観光地に行って、事件がそこであって、 余計なことと余計な価値観で話突っ込んでって、やんなくていいことやるっていうさ、そのやんなくていいことでなんか、その土地土地の慣習に縛られてる人が自由になるみたいな話だけど、今言ったように、今言ったっていうかさっき言ったようにさ、その価値観ですよね。全然違う、その考え方の国の人をさ、野蛮だとかさ、あこれは我が国の 感性では認められないから、あの、直せとかさ、言葉を直せとか、英語喋れるようにしろとかさ、ね、外から来て何言ってんだって話なわけですけど、まあでもしょうがないよね。あの、アメリカ大陸を侵略してインディアンを焼き払った人たちですから、ね、そういう傲慢な人たちだっていうことは、頭に置いて付き合っていかなきゃいけないっていうことなんだけど、う 異世界転生に行く人はそうやってなんかするわけでしょその日本に住んでた感覚でどうにかするとかさ、なんかのスキルを使ってどうのこうのっつって、ね、無双をする話とかになるわけで。ね、そ、それは変わんないんだけどね、洋上戦記だけはちょっと、あの、見たいなって思っちゃう。なそれは、あれか。幼女戦記にな、なくて他にあるものといえばロマンスかな。 幼女戦記はロマンスがないんですよ。その主人公自体が可愛い女の子だから、で、中身がおじさんだから、恋に落ちるってことがないんだよね。えー、そこは安心して見れる一点かもしれないなってちょっと思いました。えー、以上です、えー。今日の話は、長々としてしまって申し訳ない、ね。明日はもっと優しく、う何の怒りもない、 世の中に何の不満もない状態でできればゲームとかあやっていきたい。あのー、ファイナルファンタジー14結局最初に一回触ったっきり一ヶ月触ってなかったりとかするので。そ <laughs> うだよね。明日体の調子が良かったらファイナルファンタジーを触ってみようかな。それが配信でできたらなお良しだし。 すごいな、やっぱ。まあ、ア m a z プライムのパワーもすごかったんだよね。1ヶ月前は仮面ライダー見てたんだもんね、うん。まあ、ファイナルファンタジーかゾンボイド、まあ、遊べるといいかなというふうには思います。まあ、でも僕の考えが全てで正しくてとていうことではないので、いろんな人の いろんな考えがあっていいんだろうなぁとは思うんだけど、その、うん。だから、社会実験としていろんな国家があっていいんですよ。中国があっていいし、ロシアがあっていいし、え、アメリカがあっていいし、イギリスがあっていい、日本があっていいっていうことなんですけど、でも、そこで、やっぱ、その、中国は、香港を、をもう、うん 蹂躙させているし、今度は台湾だっつってさ。そ、そのうち全部アジアで、全部をこう中国が取り込もうとする動きになるやもしれないわけですよ。でも、そんな知ったこっちゃねえと。イエローモンキーがー、そんな自分の近く、相手ね、中国の周りの国を取ろうが取る前が知ったこっちゃないっていうふうにしてみる。自分と同じ肌の色の人が、 苦しんでたら同情したりニュースにしたりする。で、日本はそれに乗っかってアジア人でアジア国なんだけど、うーん一応そのアジアの中でそういう世界とのつながりを最初に持って、ある程度の発言権を、発言権なんか持っちゃいないと思うんだけどね。国だから責任やるからってってやってるけど、でもいざ責められたら誰も助けてくんねえんだろうなと思ったりとかするんだよね。だってアジア人だから。 ああウクライナの時みたいには、こう、うん、話題にしたいんだと思うんだよね。まあ、だから今、世界の中でどっちに味方して何するかっていうのは、日本はいろいろ慎重にならなきゃいけないんだろうけど。あ本当は、 サッカーなんかに浮かれてる場合じゃないんだけど、でも庶民がなんかできるかって言うとね、できるわけではないので、竹槍持ってもしょうがないしな。なんかそんな風に思ったりとかもいたします。だから今日は本当泣きっぱなしであるし、でもこういうひがみ根性みたいな雑談もね、毎日しててもしょうがないからね。明日は 明日はせめて肉まんの味がわかるような生活をして <laughs> いきたいと思います。一日一日を僕もいつ死ぬかわかんないし、大事に生きてい,いきたいですね。というわけで終わります。お疲れ様です。